今回は、お父様の男性経験わら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 、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。ちょっと気づいたことがある。お父様の経歴って幼少期から少女期までをハウスオブハースで過ごして、お母様を仮装してファクスにスカウトされてからはずっとお父様として過ごしてるわけだろ。もしかしなくてお父様って男性経験ゼロの処女なのでは？激しい運動を何度もすると知らぬ間に破れることがあるらしいし、経験ゼロの秘書女も十分あり得る。当の本人の男性経験は知らんがない方がギャップで興奮するわ。大事なのは幕じゃなくて経験があるかどうかだろ。ペルビの時はやれる状況じゃないし、お父様になってからはやれる立場じゃないし、未経験だと思う。子供、親しい関係にある男女がルキナの泉に祈ることで母体の体内に生命が宿ると書くってクリーブに聞いた。クリーブがそう言うのならそうなのだろう。彼女は嘘をつかないからね。なんかお父様って女と経験ありそう。ベルベーレ時代、そんなことをやってる場合ではない。召使い就任時、周りにいる男、かっこ道家、隊長、博士、残業、に性欲がなさそう。フォンテーヌ活動期、大体暗殺とかでどうにかしてる光に交わっても一般人じゃお父様の体内の炎が燃え移って焼け死にそう。処女ですね、はい。ハウスオブハースが情報活動メインなの考えるとハニートラップとかもありそうではあるけど。でもお父様が許容するか？という点では疑問もあるし、クルセリナの代は普通にハニトラの訓練ありそう。直接的な行為に関するあれこれは今代のお父様の教育だとしなさそう。男は女を落としてくみたいなことはやってそう。ハニトラはリネリネ兄弟のドジライっぽいからやらせてたら見限られてそうだし、やらせてないと思うわ。マジで何の具体的根拠もない偏見 100% で申し訳ないけど、この人男性より女性の方がいけるタイプに思える。まず男性経験ありそうなプレイアブルキャラとは一体。そうだね、ムアラニだね。大人の女性は大体人生のどっかでしとるやろ。個人的に人団長は未経験かもしれんけど。いかがわしかったですか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとオープン主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。